こんにちは。クラリネット講師の牛尾です。レッスンができなくなって2ヶ月が経ちました。皆様にお会いできず寂しいです。毎日大変な状況の中、皆様いかがお過ごしでしょうか。クラリネットもなかなか音を出せる環境ではないかもしれませんが、組み立てて指をパタパタ動かしてみたり、あと今やっているテキストの中の曲のメロディーを口ずさんでみたりしてみると気分転換になるのでおすすめです。練習で何かわからないことがありましたら、いつでもご連絡いただけたらと思います。皆様が元気に過ごせますように。そしてレッスン再開の際には皆様と元気にお会いできますように。